確かにコードチェンジの時に指がスムーズに動いてないように見えるの。うん、一度博士も弾いてみるの。というようにこのコードチェンジの時に指をスパッスパッスパッと動かすわけじゃが、テンポが速くなってくると間に合わない時もあるかもしれないな。うん、で博士も常にというか日常的に使ってて、しかもコードチェンジが今より楽になるというテクニックを一つ提案するぞ。うん、それはこのコードチェンジの時な、この4拍目の裏にブラッシングというのは、このブラッシングを入れて次のコードの用意をするというテクニックじゃ。まあ、とりあえず見とくれ。わかったか？普通だとすべて和音を鳴らすわけじゃが、コードチェンジをスムーズにするためにこのブラッシングの時に次のコードを用意しておるだろ。見てこれよ。このカンの時がもうこれ次の C になっておる。このカンのブラッシングの時に次のコードにも移動しておるぞ。通してみてくれ。な、じゃあ普通のテンポで弾いてみるぞ。どうじゃ、そんなに不自然に聞こえんじゃろ。うん、コードチェンジが遅れるがあまりな、あーっとテンポが遅れていったり、その次のコードに間に合わないというプレーよりも、この4拍目の裏にブラッシングを入れることで次の頭っていうか次のコードを先取り、フィンガリングが先取りをするというテクニックを使えば比較的うん、今までよりはスムーズに次の頭の一拍目にコードが間に合うんじゃないかなと思っておる。まあこれは博士も速いテンポの時などは日常的に使ってるテクニックなので、あのみんなも一度チャレンジしてみてはどうかな。うん、じゃあまたの。